音楽やサブカルチャーの発信地として親しまれてきた東京、中野区の福愛文化施設、中野サンプラザが2日に閉館します。中野サンプラザは、三角の積み木のような特徴的な建物で知られ、座席数2000余りの音楽ホールでは、国内外の有名アーティストのコンサートが開かれました。50年前の開業から若者の憩いの場として地元で親しまれ、漫画やアニメなどの店舗が集まる、中野ブロードウェイと共にサブカルチャーの発信地でした。夜には、閉館に合わせてお別れセレモニーが予定されていて、再開発に伴って解体された後は、新たにホールやオフィスなどが入る高層ビルが建てられる計画です。ネットの声、ダウン症のある方たちのダンス部、ループ、ラブジャンクスは、毎年、中野サンプラザでライブを開きました。私も取材でたびたび足を運びましたが、素晴らしいステージでした。照明や音響も良く、満員のお客さんと盛り上がり、数百人が乗る舞台からは地響きが、プロ級のブレイクダンスチームもかっこよく、パラリンピックに出演したメンバー、芸能活動をするメンバーもいます。メンバーやご家族にとって、サンプラザに出るということは、憧れで、目標で、楽しみだったと聞いています。主催の牧野杏奈さんは、沖縄アクターズスクールで ISSA さんや三浦太一さん、SPED を育てたすごい先生です。同じように、サンプラザライブでラブジャンクスのメンバーにもたらした自己、情感や成長も、計り知れません。そうした歴史があることも、知ってほしいですね。サンプラザ中野というアーティストの方がいらっしゃるほど、中野サンプラザは東京のコンサート、ライブ会場としての象徴という役割を果たしてきました。特に、PIT や ZEPP などの椅子を取っ払ってスタンディングで開催できるライブ専用の会場が次々に生まれるまでは、日本武道館、日比谷の音、新宿厚生年金会館などとともに、日本を代表するコンサートホールとして、アーティストも来場者も憧れる存在だったと思います。今回のビル自体の改修工事で、ホール自体も生まれ変わり、きっと新しい時代性を取り込んだものになることと思いますが、1970年代以降のつて、施設を残し続けた会場が原型をとどめなくなるのは、寂しいことでもあります。アイドルの聖地として知られていましたが、50年の歴史の中で幅広いジャンルの多くのアーティストが立ってきたステージです。デビューからライブハウス、ホール、アリーナ、ドームと成長とともにコンサート会場を大きくしていく過程で、アーティスト本人にとってもファンにとってもメジャーの仲間入りの証になるような場所だったと思います。新しい施設に生まれ変わって型がだいぶ変わるようですが、これまでの歴史や文化をつないでいくような会場になることが期待されます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。